森内久志春は青森県青森市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。油川小学校で2年生の時にリトルリーグで野球を始めている。油川中学ではシニアリーグに所属して内野手と投手を兼任していた。八の高段団1校では3年時にダブルエースの一人となり、春季東北大会ではベスト8に進出。 3年夏の県大会では準々決勝で先発し、同点の9回西でにストライクまで追い込んだ状況から決勝タイムリーを打たれて、厚生学院に敗れた。2003年に青森大学へ進学し、時にはブルペンで400球以上投げ込むなどの練習を、積み精神面も鍛えられた。野球部では2年春のリーグ戦から、ベンチ入りして、同年秋に初勝利を挙げている。 4年生になると、最速時速140キロメートル台後半の、速球や5種類の変化球を武器に、エースとなり、春季リーグ戦では、八戸工業大学を相手にリーグ大記録となる17、脱三振を上げるなどの活躍で6期ぶりのリーグ優勝に貢献し、MVP を受賞した。同年は、春秋の両リーグ戦で、ベストナインを獲得し、 準優勝した6月の東北地区選手権では関東省に選ばれ、大学選手権では初戦で先発したが敗退。大学では通算13勝を挙げた。大学卒業後は JR 東日本へ入社し、JR 東日本東北野球部に所属。1年目の2007年は日本選手権の準々決勝で先発を任されて勝利投手になり、 大会優秀選手に選ばれている。2008年は TDK の補強選手として都市対抗に出場し、初戦で2回途中からロングリリーフしてチームは敗れたものの好投を見せている。先輩のセッツただしがプロ入りした2009年以降はチームのエースとなり、チームも3年ぶりに都市対抗に出場した。 2010年の日本選手権の東北予選では77銀行の小林敦氏と延長17回を投げ合い、お互いに関東して0対0で引き分け再試合となった。この試合で215球を投げたが、さらに翌日の再試合でもリリーフ当板して、チームを日本選手権出場に導いている。2011年は東日本大震災の後およそ2ヶ月は社業に専念し、 その後は代行バスの案内業務の合間などに練習を続けた。同年の第82回都市対抗野球大会では、プロ野球ドラフト会議直前に行われた1回戦の対三菱重工横浜戦で、史上2人目となる完全試合を達成し、ドラフト候補に急浮上した。2011年のプロ野球ドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズより5位指名を受け、 入団した。背番号は47。2012年、2013年、2014年、2015年、2015年,2015年11月10日には、12、球団合同トライアウトに参加。対戦した、打者3人のうち、先頭打者、林崎亮から空振りで三振を奪ったが、残り2人から2塁打を含むに安打を浴びた。2015年12月18日に、現役引退を表明。 埼玉西部ライオンズの打撃投手へ就任することが球団から発表された。背番号は03。2017年からはスコアラーに転身している。セッツただしを参考にしたリリースポイントが前方にある投球フォームで投げ、コントロールには定評がある。カーブやスライダー、チェンジアップなどの変化球で追い込み、 平均急速約時速1 3 7トル、最速時速1 4 6トルの速球でストライクを取る投球が持ち味とされる。ドラフト指名後の夜に5年半交際した女性にプロポーズし2012年1月6日に結婚した。出生から大学卒業までの22年間を青森県内で過ごしたからか標準語を喋る際にも津軽りが出る。 ファンからは、テンポよく投げ込む様子が、同性の衝撃師で、永生名人の森内俊之に例えられ、名人と呼ばれている。ありがとうございます。